若い季節族、若い季節、族、若い季節は、1964年3月20日に、公開された、古澤健吾監督の東宝の劇映画である。東宝スコープ、カラー、82分。キャッチコピーは、目標は、渋いい男。全社員若さと笑いで爆心せよ。OP 冒頭で映された、後楽園競輪場。画面左は、小石川後楽園。 右は、後楽園、球場1962年10月に公開された、若い季節の続編。ただし続編ながら、スタッフの大半は変わっており、出演者も、前作と同じ役で、スライド出演したのは、淡路恵子、沢村貞子、瞳明、古今亭新潮のみで、あとは、大半が一新された。本作では、中尾見え、縁まり、伊藤ゆかりの、 スパーク三人娘が主演しており、三人が好みの男性をポスターのモデルにしたことから巻き起こる騒動を描いている。なお本作は、1963年公開の、ハイハイ三人娘、若い仲間たち、うちら、擬音の舞後半に続き、スパーク三人娘にとって三作目の出演作だが、事実上最後の作品となった。今回も、 古澤監督の演出は会長で、スパーク三人娘をはじめ、田辺康夫、鈴木康氏、新長らが歌うシーンが随所に挿入されている。また冒頭で、続くとタイトルが出た直後、当時の後楽園競輪場で、若い季節とタイトルが一文字で構成され、続けて、当時の東京都心各地を空撮で映し出す。オープニングタイトルは迫力があり、 本作の後も、日本一のゴーマスリ男、大冒険などの古沢映画、ひいては当時の東方映画の名物シーンの一つとなった。本作も、政編同様、1986年11月29日に TBS の土曜映画賞待席で放送されて知られるようになり、1990年代には LD が発売されたが、廃盤。 2008年には東方から、製編と2作品セットの形で、DVD 化。2014年12月29日には、講談社の DVD マガジン、東方昭和の爆笑喜劇より発売された。冒頭、田名社長の乗るオープンカーが降りた、首都高速都心環状線、五福橋で入り口三人娘が行った、ボーリング場がある、品川プリンスホテルプランタンゲ商品は新たに、 男性用化粧品、メンズセットを発売した。だが、売れ行きはさっぱり。そこで、ノロ宣伝課長に調べてみると、ポスターのモデルが活かさないと判明、急遽新しいポスターを作ることになる。その一方でプランタンは販売網強化のため、参工業からの融資を頼むべく、田名社長の姉がお上を務める、料亭、沢村に橋社長を呼んだが、来たのは、 有田専務だった。その頃、プラントンのチャームガールの三重マリ子、ゆかの三人は会社の帰りボーリング場へ行く。そこで三人娘はハンサムな男と知り合う。その男は三工業の社長秘書、石塚というのだった。三人はすっかり一目惚れ。三人娘がイハシ社長を招いた三愛ビル翌日たなおはポスターのモデルを社内募集。 採用されたら3万円の賞金を出すと発表。これを聞いた宣伝部員の鈴木と振動は、それぞれスカウトに赴くも、土ジばかり、そして振動からこのことを聞いた3人娘は、早速好みの男性の写真を撮って募集した。数日後、採用されたと聞かされた3人娘が会社に行ってみると、3人ともモデルは同じだった。 そこで棚尾がこの男について質問すると、三人娘は、この男は、石塚といい、三工業の社長秘書であるという、有志のあたりに船だと喜んだ。棚尾は、早速採用。三人娘には、それぞれ三万円が与えられた。そして後日、石塚を会社に呼ぶと、ポスターを作成。その夜は三人娘、石塚、鈴木、新道、そして旧二の野草と共に、 ナイトクラブで楽しい夜を過ごした。やがてポスターはどんどん作られ、街のあちこちに貼られ、そのポスターは、化粧会に大革命と、マスコミで大評判、そして、メンズセットは飛ぶように売れた。ところが起こった、大事件。三工業から、有志の件は諦めてくれと、電話がかかったのだ。そしてポスターのモデルの石塚は、なんと三工業の伊橋社長だったのだ。 直ちにポスターは撤収。これに激怒した三人娘は、早速、三工業に乗り込んだ。だが、当のイバシは、何のことかわからないという。どうやらイバシはそうとは知らずに、書類に目倉ンを押したのだ。しかし、そんなことで収まる三人娘ではなかった。そこでイバシは、気分転換にと、三人娘を、ボーリング場に誘い、皆を喜ばせた。 同時に有志も予定通り行うこととなった。数日後、棚尾が三工業へ赴きを礼をすると、その席上、イバシは近々アメリカへ市場調査に行くと発言、そして次の日曜には三人娘とドライブに行くと伝えた。そして当日、イバシや三人娘は棚尾、鈴木、新道、幸子と共に高原へドライブに出かけ、大らかに歌を歌った。 もちろん三人娘は、イバシがアメリカに行くことを知るよしもなかった。若い季節白い風に胸張って作詞、a 六ス岩谷時子、竹内信光、作曲、桜井淳、宮川康史、歌、コーラスオープニング。後楽園競輪場の一文字シーンでは、若い季節が流れ、東京空撮シーンでは、白い風に胸張ってのハミングが流れる。いつか俺だって作詞。 作曲、宮川康史、歌、田辺康夫の露課町にぶつかり叱られた、康夫球児が、不満たらたらに歌う。階段上部からのシーンに転換するときは、爆発上のワイプとなる。このまま気楽に作詞。作曲、宮川康史、歌、藤田誠さん工業内で、有田専務が歩きながら軽妙に歌う。若いもんはなってない作詞、青島幸夫、作曲、 萩原明翔、歌、谷啓司かろうとした、販売員たちが姿を消し、矢田主任が、不満たらたらに歌う。谷特有の、ためあり。三人娘が、素敵なセブンティーンを歌った、日比谷公園の大噴水、素敵なセブンティーン作詞、岡田敏和、作曲、宮川康、歌、スパーク三人娘、おじさまに出会った喜びを、 夜の日比谷公園の大噴水前で歌い踊る。宣伝部の歌作詞。作曲、宮川康氏歌、コーラス。鈴木康氏古今亭新長4番まであり。1.2番は、社内で歌い踊る。3番は鈴木。4番は新藤が、モデル探しに、街中で歌う。涙なんか吹っ飛ばせ作詞。河野博作曲、広瀬健二郎。歌、田辺康夫昼休み。 プランタンのビルの屋上で安尾球児が大らかに歌う。営業部の歌、作詞佐藤総之助、作曲小川正夫、歌、瞳明社長からの指示により、メンズセット売上促進のため、営業部員たちが社内で化粧をすることになった際、営業課長が化粧に合わせてアカペラで歌う。なお、営業部員たちが洗面所まで行く場面には、古沢を箱の 軍艦マーチが流される。あたしのおじさま作詞。作曲、宮川康氏、歌、スパーク三人娘モデル募集の賞金をもらった三人娘が、ホリゾント内で歌う。一番は、伊藤、二番はその、三番は中尾が歌い、他の二人は、お世辞でしょ子供よ、と突っ込む。白い風に胸張って作詞、岩谷時子、竹内の光、作曲。 宮川康氏、歌、田辺康夫、スパーク三人娘、鈴木康氏、古今亭新町なイクラブ内で上機嫌になった、康夫三人娘、鈴木、新道が歌う。OP でも使われた歌、おじさんをやっつけろ。作詞作曲、宮川康氏、歌、スパーク三人娘、せっかく作ったポスターが撤収され、おじさんに騙されたと思い込んだ三人娘が、 三工業の社長室で、イバシ、アリタの目の前で肉肉しげに歌う。途中で、社長室が、ホリゾントに変わる、古沢映画特有のシーンあり。ラスト、棚尾たちが訪れた、黒竹近辺、若い季節作詞、a 六ス作曲、桜井淳、歌、スパーク三人娘エンディング。箱根へドライブに行ったイバシと三人娘、そして棚尾たちの場面で流される。 道路はクレイジー作戦戦手必勝。クレイジー大作戦でもおなじみのイズスカイライン。そしてラスト場面で棚オラが手を繋ぐ場所は、これまたクレイジー大作戦で使われる黒竹。こんにちは赤ちゃん。ありがとうございます。